当たり前の生活ができなくなり、学校へは行けず、世の中ではテレワークも普及しました。そんな中、最前線で働く人たちの支えがあって、この3ヶ月を私たちは乗り越えることができました。この状況で私たちが守るべきことは、手洗い、うがいをする、ソーシャルディスタンスを保つ、相手のことを思いやる。そんな一つ一つの心がけが束になれば、笑顔あふれる学校生活が遅れます。今私たちにできること、勉強に励む、しっかりと学校生活を送る。大切なのは今、私たち中学生が未来のために、みんなが笑い合えるために、考え行動し、伝えよう、届けよう、できることをやりましょう、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 やりましょう。今私たちにできること。